捜索中の 11B の遺体。こんなところに落ちていたのか。 11B ブラックボックス信号は確認できず、ブラックボックス本体に致命的な損傷があるため修復も不可能。そう、推奨使用可能な武器を回収、また記憶領域内に断片的な記憶データを確認。脱走計画、重大な規定違反。しかし当該機体の死亡により処罰の実行は不可能。武器はバンカーにいる 16D に渡そう。Thank you.